さあ、土日のうちにですね、ちょっと大きなニュースがありましたね。世界に関係するニュースなんですけど、なんかわかります？おや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 。ニュース新聞皆さんちゃんとチェックしましょうね。私いつも言ってますね。大体面接で聞かれる代表的な質問ですから、最近気になったニュースはっていうのは、皆さん受験生ですからね。核禁止条約がいよいよ1月22日から発効されると、発動するということですね。でこれ一体何がどうなんだって言いますと、核兵器ですねはもう法律的に違法にしましょうと、持つということすら違法にしましょうという、そういう条約にサインをしていた国があったんですけど、50個の国が賛成しないとそれは発動しませんよって言ってたんです。その50個目の国が賛成したので、いよいよ発動されますと、こういうことなんですよ。今後核兵器を持っていることは法律的に違法になると、そういうことなんですね。皆さんそれっていいことやっていうふうに思います？これすごく深い問題だと思うんです。考えましょう皆さん、そういったことって。勉強ばっかりやって点数だけ取ったって、これから生き抜くことはできないですよ。これから世の中はどんどん大きく変わっていきます。その中で自分はどう生きるのか、そういう視点を持っていかないと。会社に就職したけどその会社が潰れたなんてことありえるかもしれんじゃないですか。この資格を取ったけど AI に代わられてしまうと、あるじゃないですか。やっぱり世の中の動きって知ってなきゃいかんのです。私思うのは、日本はその核禁止条例に賛成してないということなんですよ。で周りの国は日本にこそサインしてほしいんです。なぜならば日本という国は核の傘に守られてるじゃないですか。もし日本がサインすれば、もうアメリカは日本を守ってくれないわけですよ。ですよね。そういう国も実はたくさんあるんです。だから被爆国である日本が核の傘から外れてそれにサインをすれば、もっと多くの国がサインするだろうというふうに言われてるんです。じゃあ皆さんだったら日本に対してどうしろって思います？核の傘から外れるべきだと思います？難しいとこじゃないですか、これって。すっごく、ちなみに核保有5大国と言われるアメリカ、イギリス、ロシア、フランス、あともう一個、中国に関しては当然その条約にサインはしてないんですよ。非常にこれは難しい問題だな、日本はこれからどうするべきなんだろうなってことを私も考えます。さあそれではですね、授業に入っていこうと思うんですが、これは今日の後半やります。前半部分は前回お話ししたように作品表ですね、そいつを書いていただきたいと思うんですね。1枚目のやつはペン書きをして作品に貼りますので、そこまでやってください。さあそれではやっていきましょう。はい、じゃあ次のポスターの導入やります。今からちょっとやっていただきたいことがあるんですが、ちょっとその前にこのポスター2学期の評価に入るんです。で一応こんな予定で考えています。今回のポスターの大きなテーマは、今だから言える後輩に伝えたいこと。皆さんもう卒業するじゃないですか。その前に後輩に伝えておきたいことっていうのが大きなテーマです。で今回鑑賞をやります。先輩の作品を鑑賞するんですが、皆さんのグループにどさっと置きました。でそのポスターは私がね、歴代の学校からちょっとずつ集めたものなので、このテーマ何なの、三本柱って何とか意味のわからんのあるかもわかんないですけど、まあ、ちょっとそれはご勘弁くださいね。で、それが終わったら今度は個人のテーマ決めですね。それからそれが終わったら下絵作り、ここまでが2学期の評価に入る予定です。下絵作りです。ここで発想構想の能力を評価するんです。技能はもう点描でやります。鑑賞はもう結構やってますのでね。で、その後制作していくと。でここから3学期の評価に入るんです。でこの制作しながらですね、これも評価の関係になるんですが、3学期スタートしてあんま時間がないんですよ、3学期って。で、あそこにある夢から発想するっていうあれの主体も3学期に入れるので、この制作とあれの主体とそれが3学期に入るっていうことをちょっと知っておいてください。結構タイトです、ここまでが。さあそれではですね、やっていただきたいことっていうのは、
いいポスターの条件って何なんだろうっていう、これを発見してもらおうと思っています。ちっちゃい紙渡したんですけど、このちっちゃい紙、組番号、名前書いていただいて、そこにいいポスターの条件を見つけたものをどんどん書いていただこうと思っています。で、どうやってこれ見つけるかっていうと、先輩が書いたポスターをもう自分の感覚でいいので、班のね、前回鑑賞したあの班の仲間と話し合いながら、これいいよね、良くないよね、感覚的に分けていってもらおうと思ってるんです。で、その理由を書き出してくださいということです。で、これ気をつけてほしいのは、どのポスターにも全て当てはまる条件を書いて、言ってください。このポスターに当てはまるけど、このポスターに当てはまらないじゃなくて、ポスター全体、全般に言えるいいポスターの条件を書いていただきたいというふうに思っています。それではですね、また密にならないようにちょっと工夫していただいて、まず分けて書き出すというところまでやってください。はい、じゃあプリントまたね、来週、まで持っとってほしいんですけど、まだ多分全部書けてないと思うので。本当ですね、私はあなた方に、まあ先生目線でいいポスターと良くないポスターを選んでもらったわけですよ。初めから教えてくれればいいじゃん、これっていうね。こうするといいんだよ、これがダメだよ、私が解説すればそれでよかったんです。でも、わざわざあなた方に選んでもらった理由というのは、これデザイン の前提条件なんで知っとってほしいんですけど、このポスターっていうのはデザインっていう領域なんですね。点描は心の風景、あるいは絵画でした。絵画には正解とか不正解ってないじゃないですか。でもポスターにはあるんです。デザインにはあるんですよ。例えば多くの人が見る、そういうポスター作ったらそれはいいポスターなんです。商品のデザインだったら売れたデザインというのがいいデザインなんですよ。デザインの世界には正解と不正解があるんです。じゃあどうやってそれが決めるのかっていうと、たくさんの人がいいねと言ったものはやっぱいいデザインなわけです。だから皆さんにわざわざこれを考えていただいたわけですね。次回はまとめていきますので、また来週続きやっていきましょう。はい、終わりましょう。